どうも、伊勢太郎です。どうも、伊勢太郎です。なんと我々花おでんが神奈川県は相模湖という場所に来ております。座りな。我々ずっとね、やっぱ科学的にこういうものを叶えてって夢があったわけですよ。それな。昔どういう遊びしました、花尾さん。花尾さんはトーマ。花尾さんはトーマ。あ、まあそうですね、なんかプラレールとかね。ということで今回やっていきたい企画なんですけども、プラレールを改造して新幹線の実際の速さを越せるのか。それな。神奈川県までね、こんな場所を借りて実際のレールを敷いてね、プラレールを改造してスピードガンで測ります。新幹線の実際の速さって約270キロから300キロぐらいなんですけど、それを頑張って越したいと。ということでですね、今回なんと我々のね、大阪大学からね、この方々を呼んでおります。どうぞ。いやー、どうもどうも。いやー、どうもどうも、こんにちは、こんにちは。こんにちは、こんにちは、こんにちは。ありがとうございました。大阪大学から、こちらがですね、伊藤レオとその助手たちというね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでね、はい。いや、どうですか、これできそうですか、この企画。それな、それな。じゃあ実際のね、プラレールも用意してますので、ちょっと一旦呼んでみましょう。運命のルーレット。はい、ということで読みの先生もね、今回あと参加ということで。そうですよ、皆さんもうやっぱね、科学のね、気持ちを忘れてる。最近科学より画角のことばっかり。確かに。これ100メーターもあるんですよ。おっと、プラレール100メーター。これもう子供はめちゃめちゃ大喜び。ということで、実際こいつをね、ガーって敷き詰めて、実際やっていきたいと思います。はい、お願いします。ということで、マナデン、イズベスネクスト。コーナーで差をつけろ。俊足。似てる子でした。はい、ということで、じゃあプラレール引いていきたいと思います。行きまーす。地味だな、この作業。いきまーす。おっ、まっすぐ、いいね。まっすぐ、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 まっすぐ。うんこゾーン。うんこゾーン。うんこどけよう、これ。普通にナチュラルだった。てれー、うんこをかけ橋ドッキリでした。ワイヤー注意してね。ワイヤーあります。ちょっととりあえず一旦このプラレールのね、もうトーマスだったらどれぐらいの速さなのかっていうのをちょっと一回まずね、普通に見ていきたいと思います。じゃあちょっと伊藤先生お願いします、はい、ちょっとこいつでちょっと測ってみます。いきますよ。はい、はい、はい。あ、早っ。速すぎて逆に遅く見えるやつだ、これ。全然測定できひんないけど。じゃあやばい、測定できひん。おいおい。ああ。じゃあ次どういう作戦でいきますか。これモーターで動いてるんで、はい、まあ、モーターを強くするか、はい、それに供給する電力を高めるかっていう方法があると。はいはい、なるほどなるほど。両方同時に。あ、両方も同時に。はい。ってことで、てってれー。出た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 。何それ。出た出た出た。もう子供の遊び道具じゃないですね。はい、これすごいよ、これ。すげえ先生。やれてるな。これはすごい。これはすごい。おい、研究サボってこんなことしてたんか。行きましょうか。じゃあスイッチオン。おお。ちょっと待って、ちょっとね。え、早い。早い早い。バランス悪い。バランス悪い。バランス悪い。高いな。バランスが高すぎる。さあ、頑張れ。なんで進めなさい。パワーがありすぎてギアが壊れるという。え、どういうことどういうこと。ギアが割れてしまった。ギアが割れてしまって、もう、ま、あの空転し始める。先生、これがリオンと実験の違いですからね。まあ、大体俺らもこれぐらいで準備が来るだろうと思って。今、ちょっと数字上
71という数字。いや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 ほんまさ、割れてる。お世辞言いすぎやん、これ71という数字を叩き出してあと3倍の速さでコンクリート。あの、そうだまあこれに乗って帰れば大阪までじゃあ6時間で帰るとかまあ次ね、だあの第2の矢、第3の矢みたいなこと言うけども、あ、あるんすか、あるんすか。やですよ。やや やトーマスを飛ばしちゃえばいいじゃん。物理的にね。それでも、それでも子供でも思いつくやつやん、もうそれ。計算上時速400キロぐらい出るんじゃないか。マジですか。え、マジですか。計算上時速400キロ。あの、風考慮してます。まあ、それ一切考慮する。で、そのバネというのは、トーマスは、こちらになっております。いやいやいや、あのこれおでんの串みたいに持ってる。これ中これ接着剤でガチガチに止めてもこれ。いや、これ合体合体合体串刺しにされてる。見なせるとかわいそうで、まあ、ここからちょっと危険な実験になるので、あのガイドをつけさせていただいて。あ、ガイド、はい、これね、はい、これでちゃんとワイヤー、あ、だからワイヤーをガイドでつけることで安全にもちゃんと刺しということで。うわ、すげえぐらいちょっとな、外れるかな。いきまーす。ちゃんと踏んどいてね、足。はーい、スタートも。いきまーす。3、2、1、シュー。2、1、シュッシュッ何も測れなかったです。ここまで怖かった。トーマス、トーマス、お前どうしちゃったんだよ。急に普通に痛かったな。急にえ、どうだったの今。先生、この失敗はどうしますか。この失敗次に生かしたいです。スローモーションの中でちょっとリプレイ見ないと。それは何が見えたのか。ここにぶち当たった。どこ、ここに、ね、なるほど。ゴムがこうなってる。こっちの方が長い。だからこういっちゃう。ちょっとずれてるんだもん、だから。ああ、それ大事よ、バランス。こうや、こう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 いう感じ。ああ、確かにね。いきまーす。いくぞ。3、2、1、ゴーシュッ。ゴーシュッ。何キロ出た。速度は出ました。お、出た。お、44キロ。はい、いきまーす。3、2、1。おお、ただいまの時速、はい、40。あはははなんでなんでそんなに出てんだよ。最終奥義。あ、最終奥義。え、来た。お、これロケット。ロケット。かっけえ。かっこいいな、なんか。先生、男の子いる。これワクワクします。ワクワクするね。男のロマンよ、これは。それ今ロケット花火を入れてですね。はい、はい。まあもう花火で飛ばしちゃうっていう。これで一気に超えていこうと、夢を叶えようと。わかりました。ぜひ叶えてください。本当に。ましょう。もうじゃあ全員で頑張って最後のね、はい、ロケットをやっていきたいと思います。3、2、1。うわー
の俺。やばい。記憶。取れた。ちょっと待って。すげえな。すごい今の。何今の。すごい。何それ。そんなんあり。いやだから。そんなんあり。数字出ました。はい。実測。お。83キロ。嘘。嘘。おおみたいな。もっと言ってたでしょ今の。いやめっちゃ早かったよ。どうでしょうね。この一番早くなるのは最初でも最後でもなかったですね。あ本当に。はい。中間ぐらいで。はいということで、ちょっとどうしてもね、もう一回見たい。かつもう一回測り直して2回取ってちょっと正確性をね確かめたいということでこれもう一回やります。これさっきと同じですか。これは同じですね基本。なるほどなるほど。でもあの翼がないんですけど大丈夫ですか。翼がない方が多分早い。むしろその方が早い。だったら最初からつけないでくれ。軽量化で。じゃあラストいきます。はい、行きましょう。オッケー。さあ、行きますよ。はい。やばすぎ。やばい。みんな集まって。みんな集まって集まって集まって取りました。速度早すぎて逆に遅く見えるやつだこれ。先生これがリオンと実験の違いですかね。どうです。どうです。めちゃくちゃ綺麗に行きましたけども、これ問題は時速ですよ。そうですね、はい、問題は時速。こいつね、1回目より全然速かった気がした。正直全然速かった気がした。ワンチャン新幹線の速さ超えてる可能性あると思います。はい、呼びました。何キロですか時速。はい、153キロ。すげえ。すごい。やったやったよ。でも、たまたま一緒ぐらいですけど、長島スパーランドのスチールドラゴンの最下点151キロなんです。ということでね、今回ね、この場所といいね、こういうもので消防法などね、許可取ってやらさせてもらってますので、良い子の皆さんはこれぜひ真似しないように。絶対真似しちゃダメですよ。これはもう国家の研究レベルのこと。はい、ということで本日の動画は以上になります。ありがとうございました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 。お疲れ様です。いやもう楽しかった。お疲れ様です。本当にね、あのありがとうございました。本当に協力していただいて、ありがとうございました。本当に機関車って言ってますけど、今回選手たちに機関車ですか。始まったー。ありがとうございます。読み乗り節が読み乗り節に発表しましたね。パボゼロでパボゼロでお願いしました。はい、スチールドラゴン。